ちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。もう明け方に撮っております。はい、ね、はい、朝から撮っています。はいはい、はい、そしたらまた振り返りと、はい、実際次のカードの課題と対策を、うん、そうだね、はい、まず振り返りから、ね、この今出てるボードの、はい、チーム赤丸で囲んでいるところが勝ち越したチーム、そうそうそう、阪神ヤクルトはこれは1勝1敗1分け、はい、両サイドに書いてあるのが、前回豊さんが各チームの課題と対策として挙げたものをそのまま書いています。はい、巨人はやっぱり勢いがあったね、うん、勢いがあったけど菅野が勝てなかった、はい、まあ勝てなかったというかその試合は勝ったんだけど、はい、ちょっとノックアウトされた、ちょっと心配な出来事があったけど、はい、打線の勢いで勝つことができた、うん、で2戦目が惜しかったんだけどさ、山口がノーヒットノーランやっててっていう、うん、まあいろいろちょっと巨人は後で振り返ろうとは思います。で広島の方はやっぱ大瀬良が勝てないとやっぱ辛いなって、うん、で先発ピッチャーがやっぱ課題に残ってるんだけど、はい、その中でもやっぱエース大瀬良が勝てないとやっぱちょっと辛いなっていうような、まあ3連戦だったよね、はい、うん、で DeNA、はい、で本拠地って書いてあるけど神宮を本拠地にして戦ったんだけど、うん、はい、まあやりづらさはあったにしても、うん、よく頑張ったよね。その中でやっぱ先発ピッチャーがやっぱり頑張った、うん、まあだからとこうイメージ的なこうイメージのいい戦い方が DeNA はできつつあるかなっていう、うん、だからまあ課題はまだまだ先発ピッチャーなんだけどね、はい、で中日の方は大野雄大、はい、やっぱ勝てなかったと、うん、やっぱポイントに挙げていたところがまた課題になりました、うん、まあ、そうだね、はい、ただね大野がね投げた試合 4回中断したんだよ。そのうち3あの雨ですね。そうそう、はい、その4回中3回が大野がマウンドにいる時なんだよね、はい、だからやっぱり リズムに乗れなかったっていうこともあるけども、うん、やっぱりこう侍ジャパンやっぱ中日のエースもう左では今やナンバーワンと言われてる、はい、大野がやっぱ勝たないと中日はもっともっと苦しくなるよという、うん、まあそういう2戦だったよね、はい、で阪神、うん、まあ焦らない、はい、っていうことはあったんだけどもまあ焦りというかさ送りバントができなかったりだとかいろんなことがありながらまあヤクルトも必死だよね。ヤクルトは巨人阪神と当たって一勝一敗になった。やっぱギリギリのところで踏みとどまったよ、うん、踏みとどまったのはやっぱ阪神にやっぱ焦らないっていうけど、うん、ちょっと焦りも感じる、うん、これは誰が焦ってるかっていうのはなんかこうみんながちょっと焦ってるようなそんな感じがする。調子が悪いんだよね。ちょっと阪神の状態とすればあまり良くない状態に入ってきてるというか、ね、今少し低迷してる感じですね。まあそうだね。で楽天日本ハム、はい、日本ハム頑張ったよ。頑張りました。うん。で楽天の左打者っていうポイントに挙げてたんだけど、はい、島内とかはさすごく岡島とか、はい、まあ良くなってるんだけどちょっと茂木の安定性に欠けるというところもありながらまあ日本ハムが縦の若いピッチャーそれと伊藤ルーキーが頑張って、はい、まあ楽天に勝ち越したというね、うん、やればできるじゃんという、はい、いうようなことが言える。でオリックスロッテ勢い再びって書いてあるけども、はい、この2戦で、まあ、オリックスが1勝1分け、はい、ね、連勝はできなかったんだけど、まあ、それもねロッテがね5点リードしてたんだ1戦目なんか、うん、それを追いついて引き分けにしたんだよね、うん、まあ、それなんか見事だしこの前のカードでさ負け負けできてたんだよね、はい、で11連勝した後に1敗した後が心配だって言うけども連敗はしたけど、はい、それから負けてない。よく踏ん張れるようになってきてる。だから勢い再びまた出てくる可能性がある、うん、それを示してくれたロッテとの2連戦だった、はい、でロッテは上昇気流確かに上昇気流には乗ってんだよね、うん、乗ってるけどここ一番勝てないという5対0を5-5にされて勝てなかったという。でも荻野とマーティンが非常に良くなってるから、うん、まあ好調勝てなかったけど好調さは続いていくかなという、うん、まあそういう2戦だったね。鷹の祭典ソフトバンクね頑張るかなと思ったら負け越しました。初戦月曜日に京セラでやって、うん、はい、で次は北九州。北九州は甲斐が得意としてる。そうですね、ホームランとか、ね、はい、もうその通りに、ね、だから北九州でずっとやれんじゃねえかと思うぐらいなんか北九州にすごく相性が良くて、ね、はい、まあ一勝はしたんだけど今日
高橋コーナー天敵だよね、うん、はい、もうずっと9連敗してる、ね、高橋コーナーに対してね、うん、はい、で先頭打者っていうことに、まあ、重きを置いたんだけど、はい、西武は、うん、やっぱり悩んでるね。高木を置いたりだとかさ、いろいろ、まあ、源田を使ってみたりだとかさ、いろいろしたけども、まあ、今日は岸、まあ、岸が打って、うん、勝ちのポイントだったっていうこともあり、はい、まあ、やっぱ早く先頭打者を決めないと、うん、まだまだ苦しむかなという、はい、でまあ、ソフトバンクやっぱこう課題が見つかりました、次へのね、はい、はい、それはじゃあ次の、はい、あの次戦への課題と対策のところで、そうです、はい、だからまあ振り返りとすれば、まあこういうこと、はい、こういうチームが勝ち越したというね、頑張ったという、はい、で課題ね、はい、で DeNA と巨人、まあ最大の注目だと思うんだけど、はい、DeNA は連勝できてる、うん、はい、阪神に3連勝、中日に2連勝、はい、でポイントは先発投手陣が頑張ることと、はい、外国人オースティン、ソトが非常に当たってる、はい、この2人の前にいかにランナーを置くかということ、うん、巨人に対してはね、はい、で巨人は戦略と戦術、はい、やっぱね原監督のね戦略戦術っていうのは12球団でやっぱトップだわ、うん、で DeNA と違うのは先発投手陣はちょっと巨人も不安定だよ、だけどもどっからでも打てるということだよ、どこの人間も、はい、あのポイントゲッターとなれるという、うん、でも DeNA の方はやっぱり両外外国人に頼るところが大きい、だからいかに例えば桑原が出てるからオースティンが打点を稼げる、うん、ね、そういうことも言えるし、だからいかに外国人の前にランナーとして出とくかということ、はい、まあそれがポイントだね。で巨人は戦略戦術がポイント、うん、まあ原監督はここのとこ冴えてるわ、ものすごく冴えを見せてる、だからものすごく面白い勝負になると思う、はい、次中日とヤクルト、はい、これは中日の方は固定、一時期ね足の速い選手を優先的に使ってたんだけど、うん、はい、やっぱそれを多少やめて、うん、福田を使い出したりだとかいろいろしてるんだけども、はい、ちょっとチームが落ち着かない、うん、打てないところでコロ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 人を変えてもチームが落ち着かないだけで、うん、やっぱこう一つの慣れっていうのがあるじゃん、はい、で野球をやるリズムっていうの、はい、だからそういうものをやっぱこう固定して作り上げていかないと、うん、いつまで経っても堂々巡りになってしまうという、うん、だから中日は固定でちょっと頑張ってほしいなと、ヤクルト戦、はい、ね、でヤクルトの方は祭りヤクルトはヤクルトのイメージってどういうイメージがある、うーん、チームカラーとして、チームカラーなんでしょうね、なんかわっしょいわっしょいのような、そうですね、あのなんかこう勢いとか、勢い、そう、こう賑やかな盛り上がりとか、そうそうそう、でそれはもうなんかこう応援などにも反映されている感じもしますよね、そうそう、はい、だから今日の阪神戦でもさ、はい、まあ、昨日かも厳密に言えば、うん、9回にスワレスを一気に畳みかけて6点を取った9回の攻撃があるんだよね、はい、で一気火星に攻めるっていうのがヤクルトの、はい、うん、なんかこう特徴でさ、うん、初戦にね5対1で負けてて、はい、4回にノーアウト1、2塁から宮本というやつに送りバントさせたんだよね、はい、4点負けてんのになと思いながら、でなんか阪神にもずっと勝ててないということで、うん、まあ、そういう策にも出たんだろうけど、その策っていうのは監督が決めることだから、うん、別に、まあ、文句はないんだよ、はい、文句はないけど、今日そのバントやった宮本がスアレスから勝ち越しのタイムリーを打ってるわけね、はい、だからもう細かいことじゃなくて、もう選手を気持ちよく乗せてお祭り騒ぎで野球をやったらヤクルトはまた浮上してくるよ、うん、なんかそんな感じのがする、はい、だから中日はピッチャーがいい、はい、ね、1点差勝負になるかもわからない、でも細かいことはあんまり今考えるんじゃなくて、はい、もうわっしゃわっしゃいけいけで勢いでやってほしいと思う、はい、うん、これがテーマだね、はい、で広島、はい、広島のバッテリー、前回はこうキャッチャーが扇の要って書いてあるよ ね、だけどそ今度はそれとセットでもうセットにしちゃったバッテリーがそうそうポイントですか、やっぱりね、はい、大瀬良がまあヒットを勝てない、あ、森下に勝ちがつかない、いいピッチングをしてもやっぱり先発ピッチャーのなんていうのかな、ゲームを作る、まあ、クオリティスタート、6回を3点ってよく言われるけども、はい、まあ日本でのクオリティスタートっていうのは7回3点だと思うんだけどね、うん、そのぐらいのつもりでやっぱ先発ピッチャー投げてほしいということと、うん、やっぱキャッチャーはあまりにもコロ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 変えすぎるから、はい、あんまりいい結果は生まれないと思うこの
キャッチャーを変えるというのはこのピッチャーだからキャッチャーを変えるっていうような変え方ではないということですか。まあ違うよね、うん、前回このバッテリーでいいピッチングしてるのに今回は違うとかさ、うん、だから決して相性で選んでるとは思えないんだよね。だからその坂倉でもさファーストに使って、うん、ジャイアンツ戦でフィルダースイスやってそうです、ね、うん、やっぱ不慣れなポジションをやるとさ、うん、チームがマイナスになる時がある。だからそれをやっぱこう避けるためにもやっぱある程度、まあ、中日と同じように固定でなんかこう戦ってほしいなっていうふうに思うね、うん、で阪神はね疲労、はい、まあ、スアレスがやられた、佐藤がヤクルト戦1割、うん、サンズが1割、うん、中野に至っては何十打席ヒットがないとかさ、やっぱね疲労が出てきてる阪神には、はい、だから広島戦は疲労を取りながらやっぱりいかにして戦うか、これがポイントだ。はい、もうこの疲労っていうのはピッチャーにも受ける話でしょうか。まあスアレスは3連投、はい、3連投目にやられたんだけど、はい、やっぱりちょっと精細がないんだよね、ボールが高く浮いたりだとかさ、あの球あの力で浮いてもどっちことはないだろうと思うんだけど、やっぱ浮くと当てやすいし詰まっても落ちやすいということだから、はい、でやっぱ佐藤のバッティングを見てるとやっぱ疲労も感じるし、でサンズっていうのもインサイド攻められてなんかこう意識したボールの反対たらもう見逃すとかね、やっぱね これはね一重にこう疲れから来てるっていうふうに思う。今元気なのは梅ちゃん、はい、全日本に選ばれて、はい、梅ちゃんぐらいしかこう、まあ、近本もかな、近本と梅ちゃんぐらいしか元気なやついないよ。うん、だから少しね疲れを疲労を取りながら広島戦は戦ってほしいと。うん、ということは何を言いたいかというと、やっぱ使える選手がいると思うんだよ、はい、まあ例えば糸井とかも使えるしね、はい、例えばサンズに変えるとかさ、うん、佐藤をちょっと休ますとかさ、はい、そうしてもいいなっていうふうに思う、うん、だからこう疲労回復、これがここの3連戦はテーマになってくる。はい、はい、じゃあ阪神は今が少しちょっと耐え時ですね。耐え時だね、はい、で広島のバッティングの状態はいいからね、だから下手するとって言ったらなんか失礼、広島に失礼だけどこれもう食われる可能性がそうですね、うん、だから一気に詰める可能性が、うん、でも調子のいい DeNA と巨人も当たるから、はい、ここも山だしね、はい、でパ・リーグ、はい、西武とオリックス、はい、ね、西武の状態はいいと思うんだよ、はい、バッティングの状態とかはね、うんうん、で強みって書いてあるけど、はい、じゃあ西武の強みって何かっていうとさ、はい、オリックス戦を考えた時にオリックスの方がホームランを打ってんだよね、西武との対戦で、はい、西武はあんまり打ててないのホームランが、うん、じゃあ強みは何かっていうと、いいピッチャーが投げてくる、はい、なかなか点が取りにくい、やっぱ足がテーマになる、やっぱ足を使える選手が多いから、はい、だからそのいかに足でかき回すか、うん、いいピッチャーを、はい、そこが一つのポイントかなっていうふうに思って、でオリックスは好機到来、はいはい、ね、これ漠然としてるけど何かというと、はい、何のチャンスでしょうか。そうね、オリックスはソフトバンク、楽天、この2チームっていうのが非常に状態が悪い、うん、そしたら一気に離すチャンスがあるんだよね。なるほど、ここで頑張れば、うん、だからやっぱ西武戦は山本投げるし、はい、宮城も多分投げると思うんだよね、はい、だからこう勝ち越さなきゃ絶対ダメだということね。だからここら辺はやっぱ勢いもまたここで勝ち越すようなことが出てくると勢いが増してくるし、はい、まあ本当後期だよ、この機を逃すな、ここら辺が調子が悪いから、はい、ということで後期到来、はい、ね、はい、次日本ハム、はい、ソフトバンク、うん、若手、はい、万波だ野村だね、いろいろ頑張ってるよね、はい、こういう選手たちがやっぱチームを引っ張るぐらいの勢い、まあリーダーという話をしたことがあるんだけども、はい、そうでしたね、リーダーの渡辺がいいんじゃないかっていうふうに言ってたけども、もうそんなこと言ってらんない、もう若手が自分のチームだと思うように頑張ってほしい、うんうん、ね、楽天ではつらつしたプレーを見せたように、はい、もう頑張ってほしいなと思う、はい、ピッチャーだって伊藤が良かったりだとかさ、うん、若手がよく頑張ってきてるよ、はい、この時期に来て、だからもう若手の勢いで怖いものなしで怖がることないから、もうどんどん勢いを持って戦ってほしいなっていう、はい、思いっきり ね、はい、でソフトバンク逆方向、これなんかわかる、これ逆方向っていうのはさ、はい、ソフトバンクの左って柳田、はい、中村とか、まあ、栗原とか
いるよね、うん、左バッターは比較的打ってんのよ。それも逆方向に打ってる時にいい結果が出てんので、問題は右なんだよ、はい、右バッターはなぜか知らないけど右方向っていう意識が少なくて、やっぱ力負けしないようにって言って振りますんだよ。そうじゃなくてやっぱ相対的にまだソフトバンクはバッティングの状態が上がってきてない、はい、合うピッチャーには打つけどやっぱいいピッチャーには打てないっていう状況が続いてる、はい、でソフトバンクの特徴って強い時はいいピッチャーを攻略するのがうまかったんだよ、うんうん、だけど今全然できてない、はい、右バッターは逆方向に意識を持って打ってほしい。これ結果的に引っ張るのはいいよ、はい、だけども逆方向に意識を持ってバッティングをしてほしい、うん、そうしたら状態は俺は上がってくるんじゃないかっていうふうに思ってる。なるほど。バッティングの状態を良くするために意識をしようっていうのが逆方向っていうことですか、うん、まあそうだね。左のバッターはソフトバンクはするんだよ、はい、でも右バッターはあんまりしてる人をあんまり見ない。うーん、だからもう完全にもう向こうに打つんだっていうようなそういう姿勢でもいいから、ちょっと試してほしいなと思うね、はい、この日本ハム戦で。で最後、はい、ロッテ楽天、はい、ロッテは緻密、緻密、これどういう意味かというと、はい、オリックス戦で、ね、スクイズと重要な場面の送りバントができてなかった。あ、はい、スクイズも外されたんじゃない、うん、田村がやっと当てたんだけど、はい、でもバットに当たるということは前にも飛ばせるということだから、うん、だからそこら辺は執念深くやってほしいということと、うん、ピンチバッターで柿沼出てきたんだよ、はい、だ状況的にはものすごいプレッシャーのかかる場面で出てきてるんだけど、はい、失敗した。でもそこをかいくぐらないとやっぱロッテは勝てないよっていう、うん、その緻密さが、ね、緻密さが必要、明暗を分けるということですね。そうだね。だから荻野、はい、マーティンっていうのが不調で、はい、チームの状態も悪い、うん、全体的にね、はい、そういうふうに見えてたけど、はい、荻野とマーティンは良くなってきてるから、はい、ここでやっぱ勝っとかないと、はい、いつまでたっても上に行けないということだよ、はい、だから緻密さ、これをテーマにやってほしいと。はい。で楽天ミスと走塁、うん、競ってるゲームで競るかどうかっていう前にミスしちゃったんだよねライトが、はい、でそれが三塁打みたいな、三塁まで行かれちゃって、はい、まあ1点を取られるという、うん、でまあ、そういう簡単なミスをしてしまう。で走塁、はい、走塁はワンヒットで帰ってこれない、うん、まあ、確かに雨が降ってて、はい、下が悪かったんだけど、まあ、それでも本当にあと半歩リードする、うん、もう連行馬何秒でもいいスタートを切ろう、はい、そういう意識を持ってロッテ戦には臨んでほしいと。ではもったいない試合が多い、ミスが出て走塁死が出る、はい、1本のヒットでせっかくタイムリーが出た1本のヒットで帰ってこれないとか、はい、そういうことになってくるとやっぱ上位を安定して守れなくなってくるということ。だからまあね、12球団、はい、ちょっとあの課題と対策を言ったけども、はい、この3連戦で、はい、まあここじゃないよ、前回の3連戦で気になった次の予告、はい、動画のね、わかりました。じゃあこの、うん、今回のこの課題と対策はここまで、うん、これは次のカードですね。次のカードだからね。でそのま、そのまた戻すけど、はい、ここで気になった次回の予告、まず巨人山口、勝敗を忘れた一球、はい、ということでちょっと話をしたいし、で2番目は広島大瀬良、うん、勝てない理由、うん、これを説明したいし、で3番巨人原監督一騎6点の采配、まあ、などをちょっと振り返ってみたいと思います。はい、そこをこう分析して深掘りしていく、はい、深掘りをしていってみたいと思います、はい、だからこの動画は、はい、朝今日のね、うん、でこれは今日の夜はい、出ますので、楽しみに待っててください。はい、ということはこれを両方見ると今回の、振り返りの要点がすごく分かりやすいということですね。はい、はい、ちょっと盛りだくさんだったんで2本に分けますね。そうだね。はい、はい、ということで、はい、次の動画も楽しみにしておいてください。はい。